どうも、しねこです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。ダイスシャワー編、パート3、通算パート、パート48ということで、なぜかウマ娘がいつも出てこないね。なんでだろうね。ってことで、やっていきます。パート48です。はい。で、前回の続きからですね。で、ステータスこんな感じです。スピードが D プラス、スタミナ D プラス、パワーが E プラス、根性 D、賢さが F プラスって感じですね。コンディションなし。スキル5個です。はい。では、やっていきましょう。で、確かですね、前回のパートで、本当だったらね、ファーストダイブ終了時までやる予定だったんですけど、まぁ、ちょっとね、録画時間があれかなってことで、少し途中までやりましたので、その途中からですね、まあ今回ももしかしたらちょっと、セカンドダイブ終わってからも、少し先ね、やるかもしれません。では、やっていきます。レッスンは何も取れないんだよね。取れないですね。ただ、待って、あと5ターン、5ターンだよね。あれ?やばいな。そろそろ、あれ、あげとかなくていい?ビジカルじゃない。ビジュアル?どうしよっかな。メンタル上げようか。賢さ欲しいからな。メンタル上げようか。目標変更しようか。では、これで、上のね、賢さが E プラス1されるとアーが取れます。取れますね。取れますね、言って。スピードも上げましょう。これでスピードが C。パワーも上げちゃ A。楽曲取れない。スピードプラス2が欲しいな。ただ、取れやすさはこっちかな。取れるね。取れるね、だけど、なんかちょっと足らないんだよね。なんかちょっと足らないんだよね。まあ、一回取るか。残り3。気持ちだけで嬉しいよとね、体回復させましょう。ほどほどにしよう、ほどほど。パワー30? 30? あー、ビジュアル。ライトファローさん。ビジュアルください。ダメか。なんでこのビジュアル来ない?ビジュアル来てほしいな。ちょっとリリーちゃん頼む?ちょっと頼み込みする?いや、やめとこうか。賢さ、レベルアップ。さあ、レースですね。賢さがちょっとやばい感じがするよ。ちょっと怖いねって感じがしますが。まあ、なんとかね。なんとかなることを祈って、やっていきます。取れないもんね。ね、取れないもんね。では、やっていきましょう。G1 です。嫌な予感するよ。おー、でも一番人気だね。トリプル20丸じゃないけど、でもダブル20丸ですね。なんでダブル20丸って。さあ、勝ちましょう。G1。日本ダービー。4倍速でーす。スタート大丈夫。さあ、スタートはね、大丈夫でしたね。あれだね、コンディションスタートじゃない。スタートダッシュ、安定で成功するやつね、欲しいですね。そのうち取れるかな。さあ、間もなくです。半分、1200メートル通過しました。さあ、間もなく3分の2、3分の2? さあ、現在2番手。さあ、ラスト、最終コーナー。ドラッ。一番先頭にならない。残り6着。先頭。そう、こっからスキルですね。なんか先頭に出たスキル出したら案外勝てそうだよ。さあ、ここでスキル発動。残り間もなく4着。賢くあれだからな。ここ大丈夫?3馬身。ドラ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 逆通過勝ったぞちょっと不安でしたけど、勝ちました。5馬身差。やりました。
さあ、クラス上がるかな？上がりますね。シルバークラス。いや、勝てたね。ちょっと不安だったんですけどね。勝てましたね。さあ、これで次の目標。菊花賞3着以内、9ターン。T1 ですね。あ、夏合宿のお知らせですね。よーし、ビジュアルだ。さあ、これでね、楽曲取れます。危なかった。3分、大事。ね、時間大事だよ。何言ってんだい。よし、じゃあ取りましょう。これで OK ですね。大成功確定。じゃあね、もっと取れるものは取っときましょう。お、賢さ上げれますね。これ嬉しいですね。今、賢さがあまりあれだからね。さあ、ちょっとそろそろ理事長のゲージも上げていきたいところです。3% 大丈夫。意外と心配になるんですよね。さあ、セカンドライブです。あ、取れる？あ、でも、まあ、終わってからいいかな、ライブね。ライブ終わってからいいかな。さあ、大成功。さあ、すべてのテスト、プラス10されて、さあ、サードライブに行こうねですね。いろいろ上がりまして、さあ夏合宿だですが、まあ本当だったらね、まあ本当だったてか、いつものね、いつもだとあれですよ、ここでね一回パワーと切るんですが、多分ですけどね、そこまで録画時間がね、まあないとないと思うので、夏合宿終了までやっていこうかなと思います。なんかいつもね、なんか夏合宿入って終わっていたのでね、なんかどうかなとか思ってたんですけど、まあこういう時もねあってもいいかなということで、まあ、ちょっと延長します。さあ以上で取れるもの取っときましょう。なんか今回あれだな、2楽曲出てた時になんか2楽曲すって取れないな。どうしよう、パワー上げとこうか、ちょっととメンタル上げときたいって感じですね。まあ本当だったらね、体力全回復ぐらいにしといてね、友情トレーニング発動でバーンって伸ばしたいんですけど、まだ待って、これ賢さも 7% だったな。失敗率 7% だったな。まあパワープラス1取れました。あ、体力プラス20が欲しいな。なんだったっけ、何が必要、何が必要だい。ビジュアルですね。35%をちょっとかけれないな。休もう。さすがに 35% は無理だ。ね。無理だよ。35% はね、怖いからね。さあ、これで、どうしよっかな。スピード上げてもいいんですか？ちょっとスタミナ上げときましょう。まだあと一旦ありますね。ない？あ、もうないかな。じゃあスタミナだ。あ、まだありましたね。よかったよかった。さあ、6% をかけるか。6% にかける？ 6% かけようか。6%。おー、危ない。成功。案外、1桁%もいけるんかな。さあ、これで、夏合宿終了です。ということなので、今回のパートはここまでにしようかなと思います。ちょっと体力回復しかじゃ、まだ足りないでいこうかな。はい。ということで、まあ、最後スキル取ってね、今回のパート終わろうかなと思います。ラッシャワーは先行だね。客室先行なので、先行のコツ20丸を取っておきましょう。うん、はい。ということで、まあ、今回のパートここまでになります。現在のステータスこんな感じです。スピード C、スタミナ C、パワー D プラス、根性 D プラス、賢さ E って感じで、まあ、賢さの F プラスからね、まあ、E になったので、まあ、でも、やっぱりまだ足らないかな。もうちょっと C あたりまでね、C、B
平均 B だったら SA プラスぐらいなのかな。まあできればね、だからどこか一つが飛び抜けてて、あと全部ステータス B とかね、 A とかだとダブル S のね、ダブル S の可能性が出てくるかなと思います。わかりませんが、コンディションなしスキルは、今回のパート終了時で6個になりましたということで、次回もさあ一体どこまでステータス上げることができるでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いしますということで、そんな次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。